は夜ご飯作ってきます。今日は塩麹チキン、冷凍してたの入れてきます。ねえの時はめっちゃ食べるからね、今日は2つ、2羽、鶏2つ分焼いてきます。やばい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 、あーお、向こうの離乳食チンしてたらこぼれちゃった。最悪。向こうのご飯です。なんかいろんな野菜と、なんだっけ、しらすが入ってます。はいはい、最高です。こんにちは、こんにちは、こんにちは。よいしょ。
わーい。もういつもこんな感じだからね、全然料理ができないからね。だからもうすごい料理作ってるママとかすごいなって思うよな。おう、チキン焼けました。よっしゃー、チキンが焼けたので、うん、味見お願いしてもいいですか。はい、はい、3個でかいのです。3個でかいのがいい。3個でかいのがいい。あとコーンちょっと食べたい。1個。もうそれがご飯になってしまう。どうですかね。いい感じ。イエーイ。じゃあママも味見します。あ、最初のだよ。これキキ、じゃあママちょっとちっちゃいの食べるね。うん、うん、いい感じ。いや、あと1個だけだよ。なくなっちゃう、マジで。これね、うん、あ、これ、これちょっとでかすぎるから半分に切るよ。うん。犬みたい。塩麹チキン、合格ですか？イエーイ。何点？5点。まだ食べたいの。あとはさ、夜ご飯の時に食べよう。ね。作ったものをご紹介していきます。これがひじき煮。これが塩麹チキン。キキとネネの大好物です。あとは炊飯器と一緒に炊いたコーン。あとはこの何かわかんないけどお味噌汁です。以上、こんな感じでした。1個だけだよ。でかいの。そうですかね。おいしい。うん、あの、この間さ、食べたパックのコーンとさ、このコーンどっちがうまい？こっち。そうだよね。もうお腹いっぱいでしょ。まだ食べれる？今ねねは習い事行ってるので、帰ってきたらみんなで夜ご飯食べようと思います。キキも全部食べる。キキが、うん、あとパパとねねとパパママママね、いつも食べようかなって思う時にもう大体なくなってんだよね、チキンがね。まあ、そんぐらい我が家では大人気メニューでございます。これ冷えこん、ご飯食べるときにチキンとケン超食べるかな。最後まで見てくれてありがとうございました。また見てね、バイバーイ。かぶ、あ、取れちゃった。